皆さんこんにちは、ずんだもんなのだ。今回紹介するのは今田美桜さんなのだ。1997年3月5日生まれ、157センチ、推定 F カップ A 型。今田美桜さんといえば楽天モバイルやパンテーンの CM などにも引っ張りだこ。2020年にはタレント CM 会社数ランキングで広瀬すずさんと並ぶ1位に輝いたこともあり、2023年1月現在の出演 CM 本数はなんと12本。現在もなお見ない日がないほど忙しく活躍されているのだ。今田美桜さんの芸能界入りは高校2年生の時にスカウトされたことがきっかけらしい。事務所が打ち出している福岡で一番可愛い女の子というキャッチコピーにぴったりな明るくフレッシュなイメージがあるのだ。2018年に放送されたドラマ花の千春に出演し、マヤ愛理役での原作再現度の高さで注目され、同じ年の12月にはヤフー検索大賞の女優部門を受賞。インスタグラムで最も輝いた著名人のトレンド部門にも選出されているのだ。可愛いだけじゃなくて、中学2年生の時に出場した陸上大会 100m 走では 15.97 秒という記録も残っていて、運動神経も抜群なのだ。そんな中学時代の後輩からは目が大きいことから金魚なんてあだ名をつけられていたとか、後輩からも慕われていてさすがなのだ。そんな今田美桜さん、実は高校時代は全くモテなかったとエピソードで語っていたので紹介する。昔からストイックな食事制限をしていて、魚のいりこしか食べないという独自のダイエットを行っていたそう。頑張っていたのに学校でいりこ臭いって言われて、しかも痩せなかったと語っている。確かに学校にこれを持ってきてバリバリ食べていたら変な子扱いされてもおかしくないのだ。目まぐるしく活躍されている今田美桜さん、今後の活躍にも目が離せないのだ。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルを紹介していくので、皆さんにもっと見ていただきたいのだ。今回の動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくなのだ。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうなのだ。